お断りしますわ。こっちも？やっぱり5人必要だと言ったはずです。それ以前に作曲はどうなったのです？それは多分いずれきっと可能性は無限大で、でも最初は3人しかいなくて大変だったんですよね。ユーズも知りませんか？第2回ラブライブ優勝、音の木坂学院スクールアイドル、ユーズ。それはもしかしてミューズのことを言ってるのではありませんですわよね。あ、もしかしてあれミューズって読む？お黙らっしゃーい。だって前途多難すぎるよ。じゃあやめる？やめない、うん、だよね。ユニコと書いて名前を間違えるですって。ミューズはスクールアイドルたちにとっての伝説、聖域、青年、宇宙にも等しき生命の源ですわよ。その名前を間違えるとは肩腹痛いですわ。遅刻ないですか？